今年もこのシーズンがやってきた秋田県立スケート場についてお届けします。ゲストは一般財団法人秋田県総合校舎向浜スポーツゾーン総合事務所スタッフの鈴木俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもうスケートの季節ですか。いやー来ましたねこのシーズンが早い、ね、冬ですよ、ね、楽しみましょう。さあ、ね、今年ももう間もなくオープンということで今年のスケート場の情報をまずは教えてください。はい、今年なんですけれども、はい、10月20日の金曜日から3月20日の日曜日まで開場しております、うん、はい、平日は12時から20時開場で土日祝冬春休みは9時半から19時の会場となっております。いや遅くまでやってるんですよね。そうなんですね。平日午後8時まで、うん、めぐみさん結構楽しまれてました。いや私もう思い出が秋田県立場にスケート場に詰まってます、はい、小学校の頃から友達と一緒に団体で出かけたのが初めて行ったのが多分県立スケート場、はい、スケートか映画かみたいな時だったのでちょっとみんなでこう小学生のメンバーだけでバスに乗ってそこまで出かけてみんなでこう立ち泳ぎとかしながらスケート場で楽しむっていう。いいですね。立ち泳ぎってスケート場で鬼ごっこするってこと？スケート場でじゃあもうみんなだいぶ滑れるようになったねみたいな、まあ、だいたい滑れるんですよ家族とかでもともと行ってるからみんな、で、じゃあ立ち泳ぎしてっていうのを男女でこう、キャンキャンしながらっていうのがとても楽しかったです。鈴木さんはあります？スケート場の思い出。いや正直はないんですけれども、はい、20代前半な、ね、はい、まあ、20代前半これからじゃスケート場で、あ、そうですね、いろんな思い出は手つないでデートとかあるんですよ。いいですね。そう、じゃその秋田あるあるで、はい、スケートできる男子がモテるみたいなのあるんですか？いやでもみんなできるできた方がやっぱスケートとか好きとかはねそうですよね、かっこよく教えてあげるよみたいなの言われたら滑れないみたいな滑れるのに言ってみたりとか言ってみたいですけどね。滑れるのに、はい、練習しますよね。します。幼稚園児とかも来るそうですね。あ、そうですね、はい、幼稚園児で団体でバスで来たりとかも小学生とかでも、うん、団体で来たりしてます ね、 いいですね、はい、そうやって本当子供の頃からスケートに行くっていう習慣があるのがなんか羨ましいなと思って。そう、楽しいかと夜遅くまでなんか遊べる場所がスケート場みたいな、うんうん、あ、うん、いいですね。いや羨ましいなと思うんですけども、先ほどもありましたけどその幼稚園児とか小学生のこうスケート教室みたいなのもやってるんですね。あ、そうですね、はい、セカンドスクール的利用で教育の目的として、はい、来られたりとかもされてますね、はい、他にもいろいろフィギュア、カーリング、アイスホッケーなどの練習会場にもなってるんですね。そうです、夜終わった後にその会場、練習会場として利用してたりも、されてますね、はい、なるほど。ね、いろんな教室があってその年齢に応じてね、うん、こう冬限定の習い事みたいな感じで、ね、参加する秋田の子どもも、ね、多いんですね、うん、はい、ジュニア、ステップアップ、放課後スケートクラブ、はい、いろいろありますね。そうですね、じゃ年中さんってことはうちの子今年中なんで4歳ぐらいからスケートみんなやるんですね。そうですね、はい、やってますね、なんかヘルメットをかぶりながらね、はい、ちょっとこうまだ小顔だからちょっとヘルメット前に行きがちな可愛い感じで練習したりしますよね。よちよち、よちよち歩かれながら、はい、うん、いや私子供の頃スケートやった記憶って本当に 1,2 回あるかないかで多分その時もできなくてこう壁にこうしがみついて終わった記憶なんですけど、で去年その子供たちは初めてこの県立スケート場遊びに行ったんですよ、うん、でなんかね息子ももちろん初心者なんですけどこうやってなんか棒みたいなの持ってこう滑れるあるんですよね、こけないように、はい、補助具で具みたいなのね、あ、棒って、じゃあそれをこう持ちながら、持ちながら自分で持ちながら滑って転ばないようにという風になって、なんかちょっと違うかもしれない、スーパーのこう買い物かごみたいな、はいはい、なんかそんなのをこう持ちながら走るとこけないんですよね、安定してて、じゃあね家族みんな経験してなくても、うん、あゆみさんもそれでできるみたいな、そうそう、私はねもう立つことすらできなかったんですけど、なんかリンクの真ん中にちょっと
遊べる滑り台とかあるじゃないですか、雪の、はい、スノーパークありますね。スノーパークに行くためにはそこ横断しないとダメなんですよね。行けます、普通の道からも。そうですね、階段から階段通って あるんだ、はい、ございます、はい、ちょっと知らなかったんで、ここあっちに行くには横断しなければ、ね、本当こう小鹿みたいな四つん這いで行きたい、恥ずかしいけど四つん這いで行きたいぐらいの気持ちでこう、はい、恐る恐る行ったんですけども、いい思い出ですね、はい、いやでもね、こう私みたいな初心者向けの、はい、あの教室とかもあるんですか。あ、そうですね、はい、おすすめの教室がございまして、はい、初心者スケート教室というものがございまして、まあ、基本的には5歳以上のお子さんとかがメインになってしまうんですけれども、うん、あのスケート靴の履き方だったりとか、あのスケートリンクのまず立ち方とかだったりとかをまず最初に教えてもらえるような教室になってまして、うん、まず1回500件で気軽に体験できるのでおすすめとなっております。立ち方から教えてほしいです。確かにあるんですね、ちゃんとスケートの立ち方っていうのが。そうですね、まずリンクからどうやって入るのか、ところから先生から教えてもらえる、とはいえね、これ5歳からですよね。私37歳次第見5歳児の横ですってんころにするのはちょっと恥ずかしいんですけども、5歳児の横で生まれたての小鹿のようにプル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 どんどん追い抜かれていってね、うん、子供たちはなんかすごい順調に生きながら、はい、できない劣等生でそれ面白いんで、面白いぜひ行ってほしいけどだから、まあね、お子さんとも参加できる。そうですね、親子で参加できるんですけど、ちょっとね、あの恥ずかしいなっていう気持ちはもうあるんですけど、なんかあの個人レッスンとかもあるそうですね。あ、そうですね、はい、ちょっと子供にお子さんに混じってちょっとはばかるなっていう方には個人レッスンというものがございます。ありがたい、はい、マンツーマンで教えていただけますので、それならちょっと堂々とね、はい、あ、60分みっちり2550円で教えていただけると、はい、そうですね、はい、60分後には私ももう浅田真央さんのように、そうそう、回転して、うん、いやもうやってますよ、4回転とか多分どんなコーチが来るの。イナバウアーとかイナバウアーもできる、うん、できてますよ、ね、いやイナバウアーの前にやること多分いっぱいあります、はい、やることが私には、うん、でも前私もちょっとだけ習った期間あったんですけど、うん、その時に1回転ぐらいはなんか2時間ぐらいでなんかできるように訓練してもらったりとか、はい、用途っていうかその目指すところに合わせて先生も教えてくれるのかななんて思ったんですけど、はい、どうなんですかね。まあ、ある程度そのレベルの高い方は十分だと思うんですけれども、はい、初心者の方から、まあ、少し滑れるよって方でも、うん、お構いなく、ね、参加できますので、大丈夫ですね、はい、それ以来回転したことないですけど、なんかね、メディアの企画だったんですけどね、いや面白かったです。いいですね、いや本当こういったさまざまな人に向けての教室がね、はい、充実してますよね、はい、さあさらにですね、オープン記念でお得な日があるそうですね。はい、そうですね、あの10月20日にオープンなんですけれども、はい、10月21日の土曜日にオープンサービスデーというものを開催します。はい、はい、まあ、貸し靴料はいただくんですけれども、小中学生の滑走料が無料となっております。はい、このイベントを機会にですね、多数のお客様に来場していただきたいなというふうに思いまして、このイベントを企画しております。はい、10月21日土曜日、小中学生の滑走料金が無料になるということなんですね。さあでは改めてこの県立スケート場の情報について教えてください。はい、わかりました。まず、幼児の滑走料なんですけれども、はい、滑走料無料となっております。はい、で次に小中学生が220円、で大学生高校生が500円、で一般の方が640円の滑走料となっております。はい、で貸靴料はご覧の通りとなっております。はい、だからその10月21日のオープンサービスデーは、はい、小中学生が靴代の110円だけで、はい、まるまる1日楽しめちゃうんですよね。はい、仮装できます。いや、お得ですね。ね、ではその営業時間なども教えてください。はい、営業時間なんですけれども、平日が12時から20時で、土日祝、とあと冬休み春休みが9時半から19時というふうになっております。はい、で休場日なんですけれども、毎月第3月曜日と、12月31日と1月1日の年末年始が休場日となっておりますので、うん、お気をつけください。はい、ちなみに午後4時以降なんですけれども、中学生以下の方は保護者同伴で、お越しいただけるお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあここまでね、今年の県立スケート場のオープン情報教えていただいたんですけども、さらに今年は、はい、あのスケート場を彩る壁画がリニューアルされたということなんです。はい、その制作過程とデザインした学生の方のインタビューがあるということなので、こちらご覧ください。はい、ね、学生さん
さんがデザインされたんですよね。かわいい。壁画なのでかなり大きい絵になりますよね。そうですね、縦が 1.2 メートルで横が20メートルというふうになっています。ね、かわいらしいキャラクターがあったり。私将来秋田に貢献できるような仕事をデザインの関係でしたいなと思っていて、今回その一歩として今回スケート場のデザインを参加させていただきました。私自身がスケート場にあまり行ったことがなくて、今回スケート場に行ったこともないんですけど、デザインをして、でスケート場に来た人たちがこうデザインを見て楽しめるようになったらいいなっていうのもあったりして、楽しんでもらいたいなっていう思いを願いを込めながら今回デザインしました。大変だなと思ったのが、私自身こういう大きい作品に取り掛かることがあんまりなくて、4枚っていうのもすごい大変だなって思う面もあったり、はみ出さないようにするっていうのも大変だなって思いつつも、みんなと共同作業っていうのがすごく私自身あまりなくて、そこになんか楽しさを感じるようになっています。今一つ一つ色を塗っているんですけれど、ちょっと色が薄かったり、そういうはみ出さないようにするっていうちょっと手間がかかる部分もあるんですけど、人数がそんなに少なくないわけではないので、ちょっと少しかかるかもしれないけど丁寧な仕上がりになると思います。いやー、なんか私の作品がスケート場に飾られると思うと、なんか緊張もあるけど、見た人がどう思うのかなというワクワクしているところもあります。美大附属高校の生徒さんが手掛けた壁画が完成して、今年のこうオープンで、リニューアルオープンで、あと皆さんに見ていただけるということなんですが、完成したお写真をまずはこちら見ていただきましょう。あら、かわいい。かわいいですよね。ほら、あのちょっと気になるのが雪だるまの横にいるこのキャラクター、丸っこくて可愛いですよね。可愛いですね、はい、オリジナルキャラクターですか。そうですね、はい、新キャラクターのかまくまくんと申します、はい、かまくまくん、はい、あ、かまくらとくま、そうですね、北極熊のくまということで。なるほど、北極熊と、はい、耳がねちゃんとついて、これ足元、これスケート靴、はい、そうですね、スケート場のキャラクターということで、はい、すごい、これで滑るなことができるっていうかまくまくんがプロですね、なんかね、はい、確かにこの体でね、うんうんうん、なかなか回転とかもできちゃうのかもしれないですよね。かわいい、ね、本当にね、かわいらしいイラストなんですけども、これあの完成した壁画、スケート場のどこに展示されるんですか。あ、スケート場のスケートリンクとホッケーリンクってあるんですけれども、はい、それを行き来するための地下通路というものがございまして、うん、そこに飾られる予定であります。あゆみさんがたどり着けなかった地下通路にある地下通路ありましたね、下っていくところ、うん、でもあの私スケート靴を履いて、そもそもなんか階段降りるの怖くて、そこはね視野に入れてなかったのかもしれない。何言うとね、もうそれで歩いていきますからね、はい、すごい。いやでもね、今年はこのね素敵な壁画があるということなので、地下通路もね、はい、行ってみたいなと思うんですけども、はい、これあのどうしてこういったように壁画をあのリニューアルしようと思われたんでしょうか。そうですね、初めに、まあ、スケート場が1971年に開場ということで、少し老朽化がありまして、でそこで少し明るい雰囲気を出したいなということで、あの新しいデザインの絵などを飾ってみてはどうかという意見が社内で出たんですね。そしてそこから秋田公立美術大学附属高等学院様のご協力のもとデザインプロジェクトを始めるというふうに至りました。若い人たちのこう力でこういう1971年、もうね、もうその子たちが生まれるはるかに前にからあったスケート場がこうやってにぎやかに明るくなるっていうのは、なんか嬉しいですね。嬉しいですね、はい、若
い子たちの思い出の場所に、ね、なってほしいですよね。そうですね、ぜひ来ていただきたいと思います。でこ の鎌熊くんですが、はい、あの壁画だけじゃなくてスケート場で皆さんをお迎えもしてくれるそうですね。あ、そうですね、あの入り口のところに鎌熊くんの等身大パネル飾っておりまして、うん、そこで一緒に写真など撮っていただけたらなと思います。鎌熊くんの等身大ってどれくらいなんですか？でかそう身長が150センチで横幅が180センチ、はい、でかっ身長180センチの男性が横たわってると思ったらいいんですよね。そうですね、はい、幅広ですね。幅広ですね。身長は私より低いけど、うん、横幅180幅あるな、はい、丸い、はい、でそんな大きな鎌熊くんがお出迎えしてくれるということなんですね。そうですね、パネルでね、はいはい、あじゃあなんかそこもちょっとフォトスポットに。そうなんですね。鎌熊くんの横に立つとちょっとシュッとして見えるみたいなね、うんうん、ちょっと SNS にも投稿してほしいですね。そうです ねインスタグラムとかにもぜひ投稿していただければと思います、はいね、ハッシュタグ鎌熊くん鎌熊で でかすぎとかマジでかい幅すごいとか、ね、話題にしてほしい。ぜひ、うん、かわいい。でもいつかこう鎌熊くんがこうゆるキャラとしてこうマスコットキャラクターになった時、うんうん、あいいですね。なかなかでも大きいですよ。で鎌倉にこう入るみたいな。ああ入れないみたいな。ああいいですね。鎌倉くんが鎌倉作って、はい、あのスケート場の前に そうですね、そこに鎌倉くんが入れないっていう、うん、一連のそうそうそこまで僕は入れない、私は入れないけどみんな入ってみたいな。あもうできましたね。ぜひ鎌倉くん、はい、検討します。ありがとうございます。さあでは最後に視聴者の方にメッセージお願いします。はい、今年も例年同様スケート教室が始まりますし、各イベントもございますのでぜひチェックしてみてください。まあ、先ほどご紹介しました通り鎌熊くんがデビューします、うん、グッズとか展示とかでまた今後展開していきたいと思ってますので、今後とも鎌熊くんよろしくお願いします。一人でも皆さんでも、スケート場に来ていただけますよ。職員一同お待ちしておりますので皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ここまで今週金曜日にオープンする県立スケート場について鈴木俊さんとお届けしました。鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。